オーブリーフタスッポンは、波中高カメモクスッポンか南フタスッポン族に分類されるカメ。アンゴラ、ガボン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国南西部のコンゴ川流域、オゴエイ、川下流域最大高潮55センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは大きくなっても高潮40から45センチメートル。の色彩は、 褐色で小中線に沿って暗褐色の縦縞が入る。強腹交番と後片板は直線的に広く接する。復興を覆う皇室の皮膚の色彩は、同族のザンベジフタスッピンと比較すると眼下は大型で、やや後方に位置する。甲角は側面に突出する。頭部の縦縞眼下を通る一本を除いて、不明瞭で破線状になる個体が多い。容体は、 廃坑の表面に突起や小中線に沿って筋状の盛り上がりがある。廃坑の色彩は赤褐色や大色で暗色の反転や小中線に沿って褐色の縦縞が入る。復興の硬板はあまり発達せず、アルファベットの V 字状の反紋が入る。サバナ気候や熱帯モンスーン気候の地域にある、やや大型の河川やその周辺にある水場に生息する。 産卵時のメスを除いて陸上に上がることはほぼなく、飛活動時には水底の倒木や堆積した落ち葉の下などでじっとしていることが多い。ガボンでは生態や生体は水深1メートル以上の中水植物が繁茂した流れの緩やかな水場に生息するという報告例がある。妖体は森林内の浅い水場に生息する。 生息環境の pH は5.0から6.0という報告例もある。寒気になると、より水深の深い場所へ移動するが、水場が冷や危険を感じると泳いで、逃げたり、警部や獅子を収納するが、周線から匂いを出す防御行動を行うこともある。主に魚類やその死骸を食べる。胃の内容物の調査では、アプラカイリークテス属、ブライスイネス属、 ティスティコダス属などが検出された例がある。あまり濁っていない水中で視力を頼りに、魚類の生態を捕食することが、目や口角が側面に突き出し大きく開けられる口、頭骨や光合面が狭いなどといった形態にも関連していると考えられている。繁殖様式は卵生。12翌1月に卵を産む。卵も含めた食用の種量、最終により生息数が減少し、 ペット用の採集による影響も懸念されている。2017年にワシントン条約付属書通に掲載された。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。日本には2003年に輸入されたのが初めての例とされ、2014年の時点では主に今後共和国から野生個体が流通する。飼育には保温が行き届き、 豊富な水量のあるアクアリウムが必要とされる。ありがとうございます。